はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ日誌です。私は会社員や傍らフィジック競技に挑戦しておりまして、オンラインでボディメイク関連のコーチングも行っております。今回は重量を効率的に伸ばしていく方法というテーマでお話をしていきたいと思います。私はまあこれまでの動画で体を大きくしていくにあたって、オーバーロードの原則が重要というふうにお伝えしてきました。オーバーロードの原則っていうのは、重量を伸ばしていって、それに応じてトレーニングの負荷が高まっていって筋肉も自然と増えていくっていう考え方です。なので同じトレーニングをずっとやっていても、同じ重量をずっと扱っていても体の伸びっていうのは止まってしまうので、しっかりと重量を伸ばしていきましょう、まあ、そんな風にお伝えしていたんですが、コメントを拝見すると、どういう風に伸ばしていけばわからないっていうところだったり、まあ、ずっとね一生懸命トレーニングしてるんだけどもなかなか伸びないという方が結構いらっしゃるので、今回は私の実体験ベースで重量を伸ばしていくために、この4つは必ず押さえておいた方がいいっていうものをご紹介していきたいと思います。私は元からまあ体が強かったかっていうと、必ずしもそうではなくて、ショルダープレスに関してはトレーニング始めた頃、今でも覚えてるんですけど、12キロのダンベルが10回3セットやりきれなかったんですよね。もう12キロでセットが組めないと、まあ、今は増量期であればまあ50キロ、今もまあ減量末期なんですが、まあ44キロぐらいではダンベルショルダープレス扱えてますし、あとはまあ高重量扱い物としたインクラインのダンベルのフライとかプレスっていうのも、フライでもだいたい55とかぐらいは扱うよう、まあ、ダンベルがあんまりないんで、だいたい50キロぐらいで抑えてるんですけども、やっぱ、ね、それぐらいまで重量っていうのはやっぱ伸びていて、それに伸びるにつれてやっぱ体の発達っていうのはしてきたなっていう風に感じます。なので正しい方法、正しい努力をしていけば必ず成果っていうのが出てきますので、これからお伝えするポイントについて、どこかなんか漏れていないかっていうところをご確認いただければと思います。最初にこの動画でお話しする内容っていうのを簡単にまとめますと、効率的に重量を伸ばしていくためのポイントとしては4つあって、1つ目は正しいフォームで行う、2つ目食事をおろそかにしない、そして3つ目トレーニングの頻度を重視する、そして最後4つ目、これが非常に重要なんですが、重量を落としてボリュームを増やすトレーニングも取り入れる。この4つを解説した後に、巷ではいいって言われてるんですけども、私はあんま採用してない方法っていうところもご紹介して、で最後に重量を伸ばしていくためのマインドセットとして、復習も兼ねてこういった考え方でトレーニングを行っていきましょうっていうところをまとめたいと思います。それでは早速1つ目なんですが、正しいフォームで行うっていうところをまず確認してください。これはまあもちろん当然皆さん正しいフォームで行うようにされてると思うんですけれども、重量を伸ばしていこうというふうになると、どうしてもねフォームが乱れがちになってしまうんですね。でその時にいかに重量を持てるかっていう意識よりも、まずは最初に正しいフォームで行えているか、そしてその正しいフォームの中で扱える重量を伸ばしていこうっていう意識が非常に重要です。そうじゃないと、例えばショルダープレスっていうのをやっていて、結局肩じゃなくてね、いろんなところに分散させて重量を伸ばしていっても、それっていうのは肩の成長にはつながりませんし、パワーリフティングを目指す方であれば、とにかくね怪我さえしなければ重量を上げたものが正義っていう風になるんですけれども、基本的に私の YouTube を見てくださっている方っていうのは、結構ボディメイク、体を変えたいっていう方が多いんじゃないかなという風に思うので、まずは前提として正しいフォームで行うっていうことをしっかりと意識してください。フォームの習得っていうのは、ジムに通っていればトレーナーさんにお伺いしたりとか、あとは私の YouTube でもトレーニングのフォームっていうのを解説していますし、他の筋トレ YouTuber の方もたくさん動画っていうのを出されていると思うので、結構ね無料で学べる場っていうのはたくさんありますので、まあ、そういった情報も得ながら、ご自身のねフォームなんかも動画でチェックしていって、正しいフォームっていうのを身につけるようにしていってください。正しいフォームって何ぞやっていう話もちょっとあると思うんですね。私が考える正しいフォームっていうのは2つ押さえるポイントがあって、1つは怪我がしない、でこれは非常に重要で、最低限の決まり事っていうのがあって、例えばこのプレスをする時の動作として、軌道がね肘がグニャグニャになっていたら、前腕なったりとか違うところに負荷がかかって怪我しやすくなってしまうので、怪我をしないフォームっていうのが正しいフォームの大前提です。そしてもう一つは、まあ、その人に骨格であったりとか、まあ、筋肉の硬さであったりとかっていうところが違うので、ご自身がしっかりと力が発揮できるフォームっていうのも非常に重要です。これは例えばなんですが、ラットプルダウンありますよね。こう上からバーを引っ張ってきて、その広背筋を鍛えるというんですね。この時に例えば胸を張るっていう意識がいいのか、それとも肩甲骨を落とすっていう意識がいいのか、動作としてはやりたいことは一緒なんですけれども、まあ、そういった意識の持ち方っていうのも、まあ、胸っていう風な意識をした方がやりやすい方もいるし、肩を落として肩甲骨を落とすっていう風に意識した方がしっくりくる方もいるので、こういったね正しいフォームだったり正しい意識、力の出し方っていうのはそれぞれ変わってくるところがあるので、ご自身に合う方法っていうのを、まあ、いろんな情報を得る中で取捨選択して見つけていくようにしてみてください。は
はい、そして2つ目がしっかりとした栄養補給です。この栄養補給を結構おざなりにされてる方が、結構いらっしゃって、トレーニングは頑張るのに食事は適当っていうのは、それでね体が大きくなっていく人ももちろんいるんですけれども、もし伸び悩んでいる方がいたら、しっかりとねご自身が食べている内容というのを見直して、体重かける2倍以上のタンパク質を摂取されているか、そしてトレーニングの前中後炭水化物をしっかり取れているかっていうところを確認するようにしてください。筋肉はキッチンで作られるっていう言葉があるぐらい、食事っていうのは非常に体作りにとっては重要になってきますので、せっかくトレーニングを頑張るのであれば、食事も同じように頑張らないと非常になんかもったいないというふうに私は思います。で、私は実際に例えばトレーニングの前にはしっかり食事をとって、そしてプロテインを1時間ぐらい前に飲んで、トレーニング中にアミノ酸と吸収の範囲炭水化物をとって、そしてトレーニング後もしっかりとタンパク質と炭水化物が入った食事をとるというところは徹底していますので、ここでつまずいてしまうともったいないので、必ず抑えるようにしておいてください。はい、そして3つ目がトレーニング頻度です。で、私はこれまでの動画でもかなりトレーニング頻度については話題にしてきたので、皆さん結構ご存知かと思うんですけれども、トレーニングで成果を出すためにはトレーニング頻度っていうのが非常に重要なファクターになります。筋肉っていうのはトレーニングをすることで破壊されて、そして48時間から72時間かけて回復をしていく、その時に元々の状態よりも少し強い状態になっています。そこでさらに破壊回復っていうのを繰り返す、このサイクルをいかに早く回すかっていうのが効果の差になって現れてきます。なので、トレーニングルーティーンの解説動画でもお伝えしていたんですが、ご自身がトレーニングできる日っていうのが限られているのであれば、分割なんかも工夫して毎回のトレーニングをしっかり頑張るっていうのも重要ですし、できればそれを週に2回ぐらいは行えるようにすると効果が出てくるんじゃないかなと思います。トレーニング頻度に関してはもう一つ重要な側面があって、頻度を増やしてトレーニングの回数を増やすと、その種目自体が上手くなります。その上手くなるっていうのが非常に重要で、部活動の反復練習素振りだったりとかっていうのと同じなんですけども、パワーリフティングの選手とかっていうのは毎日のようにベンチプレスして2時間3時間も一生ベンチプレス、ベンチプレスだけじゃないんですけど、競技の種目っていうのを何回も繰り返していて、これはなんでかっていうと、それだけたくさん回数をこなしていくと、その種目自体が上手くなっていって、軌道が安定していったりとか、意識の持ち方っていうのも洗練されていきますので、シンプルにねもう練習をたくさんしていくっていう側面も非常に重要になってきます。そういった面も含めてトレーニング頻度っていうのは非常に重視していっていただければと思います。はい、そして4つ目、これが非常に重要なポイントになってくるんですけれども、重量を下げてその分ボリュームを増やすトレーニングっていうのを取り入れるっていうところがポイントになってきます。一般的に重量を伸ばしていくには神経系のトレーニングっていうのが効果的っていうふうに言われています。高重量を持って5回から6回ぐらいしか上がらないものを行っていくと、それ自体はもちろん効果的な方法なんですけれども、継続的に成長させていくためには毎回ねその高重量のトレーニングだけを行っていると体がマンネリ化してきますし、神経の疲労っていうのは筋肉の回復比べると遅くなってしまうので、それを本当に無理して行っていくとオーバーワークになってしまう可能性もあります。重量を下げてボリュームを増やすトレーニングをすると、高重量を扱うトレーニングとはまた違う刺激になって体を反応してくれますし、神経を休ませることにもつながります。そして高重量のトレーニングだけを行うよりも筋肥大にとってはかなり有効な方法になります。実はこの筋肥大っていうのが筋力アップにも重要になってきていて、筋力イコール筋量ではないんですけれども、筋肉が増えれば増えるほど筋力っていうのはそれに従って上がってきますので、高重量で神経を鍛えるトレーニングをしながら、筋力を高めるトレーニングをしながら、その一方で筋肉を増やすようなボリュームを重視したトレーニングも行っていく、そういった両輪をうまく使い分けることで最も効率的に重量を伸ばしていくことができます。筋力アップを目的としたトレーニングで筋肉あたりの出力を高めていって、筋量を増やす目的のトレーニングを行っていくことでその筋肉自体を増やしていきます。そうすることでトータルの出力というのは高まっていきますので、この2つをうまく掛け算していくことで効率的な重量アップが望めるようになります。はい、というわけでここまで私が重要だと思う4つのポイントについて解説をしてきました。ここからは巷で有効と言われている方法だけれども、私は行わないようにしている方法というのが実は2つあるので、それをご紹介したいと思います。1つは補助付きでマックス重量を超える重量を持って、それをねネガティブだけ耐えるっていう方法です。ベンチプレスに例えると100キロを持てる方であれば120キロのベンチプレスを持ってラックアップまでは自力で行います。下ろす時に自力でネガティブで耐えて、ポジティブで上げる動作というのは上げられないので、補助者の力を使ってブッと上げる、
そしてまたネガティブは自力で下ろしていく、まあ、そんな感じでネガティブだけを行うっていうトレーニングです。これを行うことで例えば120キロなんて上がらないっていうようなメンタルブロックを打破することもできますし、また強烈なネガティブの刺激っていうのを与えることができるので効果自体はまあ結構あるとは思うんですけれども、これはもう私の個人的なまあ好みになってしまうんですが、ナチュラルに上げられる重量っていうのを毎回ね追い込んでいって、徐々にこの重量軽くなってきた、じゃあもうあともう1回2回できる重量をちょっと 2.5 キロ増やそうみたいな、そういう日々の積み重ねをこうやっていくっていうのが結構好きなので、たまにねそういう荒重量をするっていうのもいいのかもしれないんですが、そもそも私普段補助とかいないんで一人で やらなきゃいけないんでそもそもできないですし、なんかそのネガティブだけ耐えるっていうトレーニングが楽しくないというか重いもので持ち上げるっていうのがそもそもシンプルに楽しかったりするので、私はそれはあんまり行うことがないなっていうような印象があります。なのでこれは効果がないとかっていう否定ではなくて、私の好みの問題であんまりそういうことはやっていないっていう話です。でもう一つがパーシャルレップで高重量を扱うっていう方法です。これに関しては私結構好みというよりはちょっと否定的でして、例えば100キロ持てる方であれば例えば110キロ持って可動域を宣言させて普段よりも重たいものを持ち上げると、これをやることでもちろん扱える重量が増えるので体にかかる負荷っていうのはもちろん高まっていくんですが、それって例えばベンチプレスであれば胸に効いているかっていうと実はそうじゃなくて、いろんな関節とかいろんなところに負荷が乗っていってるので、あまり筋肉に対する負荷っていう意味では重要な可動域が取れていなかったりとか、効かせられる場所に効かせられていなかったり、そして怪我のリスクもあるっていうことも踏まえると、あまり効率的な方法じゃないんじゃないかなっていうふうに私は思います。やっぱりベースとしてはしっかりと可動域を取って正しいフォームで重量を追い求めるっていうところがポイントにはなってくるので、まずは正しいフォームで行える上で重量を上げていくっていうところがやはり王道だというふうに思っています。私はまあこういった方法もあんまりパーシャルだけで行うっていうことはないかなっていうふうに思います。ただ例えば追い込みの方法としてこれ以上上がらないっていう時の最後の 1,2 レップをパーシャルでさらに追い込むっていうことはもちろんありますので、パーシャルレップ自体が悪いっていうわけではないんですが、最初からパーシャルでしか上がらない重量っていうのはやらないようにしています。はい、というわけで、まあ、今回の動画でお伝えしたいことっていうのをまとめさせていただくと、まずは正しいフォームを身につけるっていうことが非常に重要です。しっかりと可動域を取って筋肉に効かせていって、毎回のトレーニングでパフォーマンスを上げてしっかりと筋肉を追い込んでいくっていうところが重要になってきます。あまりフォームにこだわると一時的に重量は落ちてしまうかもしれないんですが、まあ、それが急がば回れということで、正しいフォームでやらないと怪我をしたりとか筋肉の発達が遅れてしまうので、ぜひまずはフォームが一番重要っていうところに目を向けるようにしてください。そして2つ目、食事面にも気を配る必要があります。特にトレーニングの前中後しっかりと意識して栄養補給するようにしていってください。筋肉はキッチンで作られます。そして3つ目、トレーニングの頻度もしっかりと意識するようにしてください。できれば伸ばしたい部位っていうのは週に2回やるようにしましょう。破壊と再生のサイクルを効率的に回していく、そして練習をたくさんしていってトレーニングが上手くなる、それが重要になってきます。そして4つ目、重量だけではなくてボリュームを増やすトレーニングも行っていくっていうことが重要です。これも急がば回れなんですけれども、筋肉を増やすことで筋量というのも自然に上がってきますので、筋力のトレーニングももちろん重要なんですが、筋肉を増やすようなトレーニング、ボリュームトレーニングっていうのも取り入れながらうまく神経を休めていって成長が停滞しないように気をつけていくようにしましょう。で、まあ、そういったサイクルを行っていると、ある時まあ高重量のトレーニングをした時に、あれ今回の重量ちょっと軽く感じるなっていう風になって、じゃあちょっと 2.5 キロ上げようかっていう感じでいつの間にか成長していると思います。はい、ということで今回は効率的に重量を伸ばしていく方法というテーマでお話をしてきました。結局のところ魔法のようにすぐに、ね、重量が爆上がりするっていう方法っていうのは残念ながら存在しません。地道な努力の継続っていうところが唯一の方法にはなるんですが、ただそれはむやみに頑張るっていうのではなくて、正しい努力っていうのが非常に重要になってきますので、まずは今回お伝えした4つのポイントっていうのをしっかり押さえた上でトレーニングを頑張っていくようにしましょう。で、私もね本当元々から比べると4倍ぐらいまで重量上がってますので、正しい努力を継続していけば必ず体は変わるっていう風に考えて、ぜひトレーニングを行っていくようにしましょう。はい、それでは今回の動画は以上にしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタグラムやツイッター等の SNS で拡散していただけると非常に嬉しいです。コメントも全て目を通しておりますので、ご感想等もお待ちしております。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take